久保さん。あの、何すかね。あの、さっきね、動画撮ってたんですけど、まあ、あの、メール来てて、あの、お正月ね、企画、今、ちょっとコンサルやって、アドバイスしてる人から連絡が来まして、まあ、お正月、プレゼント企画やって、リスト取れて、で、個別動画送ってたら、あの、あの、一人からね、感謝のメッセージいただいて、すげえ嬉しかったです、みたいな、報告をいただいたんですけども、まあ、その方にも言ったんですけども、 僕はそのお客さんから感謝のメッセージもらってないですと。そのお客さんを集客できてないし、そのお客さんから感謝のメッセージはもらってないですと。僕はネットビジネス18年やってますと。何年ですかみたいなね。<laughs> まあそういう話したんですけど、もうやればいけるんですよね。そう。やりながらその整えていけばいいんじゃないかなっていう。僕も全部やりながらですからね。 だから全部やりながらですね、僕なんか徐々に、徐々に、まあこの事務所も最初、僕なんかは、あの、なんすか、借金2000万スタートで、もう本当にその、東京から出てくる時に、GTR に詰め込んでね、えー、その荷物、GTR に詰める荷物だけ積んで、ここに来たんで、もう何もないんですよ。全部こ、あの、 マイナスからスタートして、徐々にいろんなものを揃えていって、まあ揃えたらまたアップデートしたりとか、そう、徐々にですね、部屋作りも徐々に、<laughs> そ,うそう、あと20万のスピーカーね、届きますよ、注文したんで、はい、明日には届きますね、ちょっと楽しみなんですけど、レビューとかね、20万。 だから結構もうね、事務所の、結構僕、家電マニアなんで、結構家電とかも揃えてるんですけど、結構事務所にあるいろんなやつ合わせると、もう多分300万ぐらいいってるかもしれないですね。結構、まあ、ちょいちょい高いの買ってるんだよ。でもそれもちょいずちょいとずつですからね、揃えてったっていう。だからその僕も、その今、まあ、ビジネスで言うならば、まあ最初、無料の Facebook とかね、 あのー、無料のライブ。まぁ、あ、ユーストリームも無料だったんですけど、その、ユーストリームも無料ですよね。<laughs> それも使い倒して、ユーストリーム多分かなり、結構使い倒しましたね、ユーストリームね。めちゃくちゃ使い倒したと思いますけど。だってユーストリームで僕100時間ライブやったんで、ね、今、あのー、レベゼンチキューさんが YouTube ライブで240時間ライブこの前やりましたけど、僕ユーストリーム時代からやってますから、うん。 ああ徐々にでいいんじゃないですかね、徐々に。うん。そう。やりながら、でも、や、や、や、結局やったもん勝ちというか、うん、誰でもお客さんから別に感謝されますんで、やれば。うん。うん、でも、やらなかったら感謝されることないし、感謝されることないからお金が入ってくる可能性も、まあ、低いですよね。うん。感謝されれば、その対価としてお金が入ってくる可能性は、 まあ、上がりますよね。もちろん。うん。この前ありがとうございますっていう。例えば、まあ、うん、わかりやすい例で言うならば、うんなんだうこの前、お正月だったんで、あのー、お正月の、はがきですよね。お正月のはがき年賀状か。<laughs> 年賀状。年賀状も、あの、って、 送ったから送られてくるっていうパターンがあるじゃないですかほとんど結構そのパターンだと思うんですけど年賀状が続く理由ってリレーだと思うんですよねだって今の時代に年賀状って古くないですか LINE でいいじゃんみたいな話じゃないですかでも年賀状がずっと続いてる理由って送,ら送ってきてくれたから送り返す送ってくれたから送り返すこのリレーが一生続くっていうね もちろん時代とともにそれが風化していく現象はもちろん昔に比べると LINE で済ますとか電子で済ますっていうのが増えてきてるのでまあこれが100年後200年後だったらあの年賀状っていうのがなくなる可能性はあるかもしれないけども多分ある一定はなくならないと思うんですよそれは何でかっていうと送ったから送られる送ったから送られるってこれがリレーが続くんで <laughs> だある一定はねなくならないと思いますけどね。うん、そう。うん。はい。やればできる。いってらっしゃい。